土は土に、灰は灰に、塵は塵に、幻は幻に、そして夢は夢に。夢とは寄せては返す波間のまさごに描くもの。それは波が寄せるたびに真っ白に戻ってしまう儚きもの。だから心なき人はそれを描くことを無駄なことだと嘲笑うだろう。しかしもう彼女の描いた夢を消す波は二度と訪れない。彼女が最後に描いた美しき夢はもう永遠に消えることはない。さあさあ思い浮かべてごらんなさい。それは暖かき春の日の柔らかき午後の日差しがそのまま陰ることを忘れたかのよう。それはとてもとても素敵なことなのだから。あなたの最後の夢の立ち会い人プブリウス・ワルギリア・マロ。近景以上にて命名結果。以上の推理からあなたのアリバイが存在しないことの証明を終えるものなり。フーダニット、ハウダニットの証明完了するものなり。あなたが犯人である事実を揺るがぬものと知りたまえ。どうして私が敬愛する旦那様を殺さねばならないのですか。動機がありません。理由がありません。誰がいかにして犯したか、それのみが立証できれば十分であると知りたまえ。緊急自身で申し上げる。ミステリー、動機は不要であると知りたまえ。これは俺からお前に捧げる唯一の物語だ。猫箱に閉ざされた唯一不変不可侵の永遠の物語だから、誰にも物語を汚せない。否定できない。反論できない。俺とこいつだけの、二人だけの、唯一絶対の、真実。クソったれが。
確かにそうだな。ミステリーはフーダニットとハウダニットさえあれば十分だ。私たちは彼女の最後の眠りがどれほど楽しいものであるかを知っています。だから何人たりとも彼女の眠りを妨げることはできないでしょう。楽しい夢に微笑むこの眠りを妨げられる者などいるわけもないのですから。さあ私たちはもう立ち去りましょう。私たちが賑やかにしていたら彼女の夢を、眠りを覚ましてしまいますよ。そうだな。寝ている子には毛布をかけて、部屋を暗くして、静かに立ち去るのが決まりってもんだ。ありがとう。お礼を言われるようなことは何も。後を頼む。いかにして犯行に及んだか、その告発は大法院にて受理され、あなたの逮捕を許可したことを知りたまえ。これがあなたの逮捕状なり、動機など犯人の特定には一切不要のものと知りたまえ。その上で慎んで申し上げ、我らが SSVD は罪を認めぬ犯罪者に真実を告白させる強制的手段を持つと知りたまえ。我らの異端審問官正義にて祝福された審問具にてあなたの獅子を絞り上げ、焼いて潰して引き伸ばして吊るし上げ、そこより赤き真実を絞り出してみせることを申し上げた。自白すらも不要。補佐官一同、その冥土を逮捕したてまつれ。
私じゃないです。私は旦那様を殺したりなんかしません。やめな。そのメイドは犯人じゃねえ。なぜあなたがここにいるものなり。この事件はもうあなたの担当ではないと知りたまえ。うるせえ。アリバイがない奴を一人見つけたらそいつが犯人なのか。犯行には動機が、心がいらねえってのか。犯行はな、人が犯すんだ。心がねえ事件なんて存在しねえ。心を無視した推理なんざ俺は絶対に認めねえ。あなたはホワイダニット至上主義の主張に辟易するものと知りたまえ。ホワイダニットなど無用。信用すればかようなもの、容易に絞り出せるものなり。大法院もその女が犯人であることを認めたものなり。大法院、そのメイド以外の全員にアリバイがあるならきっとそうなんだろうという、お前の独りよがりを鵜呑みにしただけだ。他の被疑者のアリバイが崩れれば白紙に戻る。他の連中のアリバイも無様なもんじゃねえ。大広間の時計の音は正確に正午を刻んだが、勝手口の犬は全員に吠えるのか。確かにお前はメイドのアリバイの偽証を崩した。それは見事なもんさ。だがそれで終わりなのか。メイドに犯行が可能で、それを行う動機はあるのか。他の人間のアリバイは完璧なのか。他にもアリバイを偽証している人間がいる。それを探すことを怠るな。犠牲者に怨恨は、金銭関係でトラブルは、動機を捨てる、心を捨てるな。動機なんて後付けてどうでもいいなんて、そんな乾ききったミステリーごっこは卒業しちまいな。メイドが犯人でないなら、なぜに彼女はアリバイを偽証するものなりや。そしてそれを問うことも茶番。審問し、赤き真実を絞り出し、犯行時刻の全てを赤き地で署名させるだけで良いものと知りたまえ。ああそうだな。お得意の拷問で全てを神の目線から客観的に赤裸々に絞り出せばいいさ。でも言っておく、心のねえミステリーと推理のやり方はな、俺が絶対に認める。すでに本事件は本官に継承されたるものなり、ここに命令書もあるものなり。さあ補佐官一同、構うことはなしと知りたまえ。そのメイドの逮捕を命じるものなりや。させねえ。本当の犯人は他にいる。動機から推理可能だ。アリバイトリックなんざ古典通り。心を忘れるんじゃねえ。心など不要なり。犯行可能な疑わしき人物を導き出し、尋問して赤き真実を絞り出せばいい。万一犯人でなかったなら、別の疑わしい容疑者を尋問にかければいいだけなりや。そんなのは推理じゃ。知り添きたまえ。その女を逮捕するものなりや。そのメイドが犯人であると知りたまえ。使用人が犯人であることを禁ず。このメイドを拷問したかったら、第二夫人とその愛人のアリバイをもう一度洗いな。その二人には犯行時刻の明白なアリバイが。あの程度のアリバイだ。ボンクラのお前に分かるように説明してた。時間がいくらあっても足りねえや。めんどくせえ。首席を名乗りたかった。その程度の捜査と推理を見せてみろ。それまで
このメイドへの逮捕状は俺が預かるぞ。ならあなたに。そのメイドが犯行を犯さなかったことが証明できるなりや。犯行時刻に彼女が台所を離れていたことは明らかと知りたまえ。彼女は犯行時刻にどこで何を。その女にも本館にもあなたにも誰にも証明は不可能なりや。なればこそ審問の拷問具で赤き真実を絞り出すほかなきなり。真犯人からは紙ヘドでも真実でも好きなだけ絞り出してやる。だが真犯人じゃない人間はいかなる審問も拷問も許さない。だからこそあなたは甘いと批判されるものなり。疑わしきは全て審問。それが我ら異端審問官の魔女裁判であると知りたまえ。そうだな、俺たちは異端審問官。邪悪な魔女を撃つ、そんな商売さ。だが万一にも市民を傷つけてはならない。疑ってはならない。人間は誰しも自分だけの真実を持つ。それは罪を犯した時のみ暴かれ、俺たちにはそれを暴く資格が与えられる。だがな、ねえんだよ。な、何が。罪なき人間の罪なき真実を暴く資格なんざ、たとえ神様にだって与えられちゃいねえんだよ。どちら様か存じませんが、ありがとうございます。私本当に犯人じゃないんです。そんなことは知って、お前の彼氏は全てを投げ出して、お前のこのアリバイを証言する。感謝して、あの若造は名誉もかかる。お前に比べたら大したもんじゃねえと言えたはず。そんなことをしたらあの人は。それには及ばない。恋人たちの秘め事を暴くのは三流雑誌の仕事。ミステリーじゃねえ。俺は心のない推理絶対に許さない。きっと彼氏と幸せになりやがる。だが勤務中に相引きするのはあまり褒められない。時々にしとくんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。推理は犯人を作ることで、その過程で罪なき人々の心の真実を踏みにじることでも心が大事なんだ。探偵気取りなら心を忘れるんじゃない。そいつを忘れた。俺たちはただの知的蹂躙者だ。そんなの忘れるな。最後の引き継ぎだ。魔術師狩りのライトの名を継ぐなら忘れるな。絶対だ。